株式会社、高倉町コーヒーとは、東京都国立市東一丁目に本社を置く喫茶店チェーン。名称の由来は、第1号店である八王子店の所在地が東京都八王子市、高倉町であるため、高倉町の地域で一番の店にしたいという思いを形にしたとして、店舗が増えた際にもその初心を忘れないという思いを、店名に込めている。 スカイラーク創業者の一人である、横川京がスカイラーク社長退任後に開業した喫茶店である。2013年6月1日、八王子市、高倉町に1号店、高倉コーヒー店八王子店を開業。2014年4月28日に株式会社として設立、本社は国立店と同じ国立駅南口のポポロショッピングセンターに入居する。なお、 スカイラークの1号店は1970年7月7日にオープンした国立店である。また、横川自身もかつて国立市に十数年在住したため、国立は学園都市の雰囲気が好きで思い入れがある街だとブログで述べている。店舗は東京多摩地域と埼玉県に多く、郊外中心の出店で東京23区内には1店舗しかない。 神奈川県では相模原市に2号店を出店したが、その後の出店は平塚店だけと2店舗にとどまっている。またフランチャイズ展開により首都圏以外にも出店している。横川は日経ビジネスのインタビューに対し、50年間近く携わってきた外食ビジネスは壁にぶつかっている。レストランは楽しくないとダメだ。自宅より良質ナイス。 トイレもピカピカにして、非日常的な体験を提供したい。創業したスカイラークを含め、理想に到達できなかったという悔いがあると語り、自ら創業したスカイラークと低価格路線に転換したガストで、コスト面で実現できなかった店作りをするため、創業したとして、ブログでもゆったりした、店舗空間と接客を重視する経営姿勢をたびたび述べている。伊集院光が、日付け役となり、 高倉町コーヒーのパンケーキに注目が集まった。名古屋北店。ありがとうございます。